ちは。こんにちは。ちょっとコメントが表示されてない。こんにちは。ちょっとさ、今携帯をさ復元してて、ちょっと待って。あー、落ちた。じゃないわ、違うわ。ちょっと待ってね。なんかね、復元しないといけないんだよ。これ家出るまでに終わるかな。あ、よなくげ終わらなかったらやばいぞ、これ使えない。携帯がなんとかなるかな。携帯交換したんだよね、このタイミング。いや、このタイミングしかなかったんだよ、できるタイミングが。さっき来たからね、携帯が。エクスプレス交換サービスって、交換してするサービス、修理に出すんじゃなくって、それをしたからね、さっき来たんだ。バックアップしたい、バックアップを復元したいんだけど、容量がなくって復元できなかったから、ちょっと携帯初期化かけてやる。どうやって初期化やんの？一般？すべてのコンテンツと設定を削除でいいのかな？じゃないわ。どうやって初期化する？そうだ。リセットの順にタップで、ここね、
怖っ、初期化するの怖っ。バックアップ取ってあるけど、これが終わったら復元しよう。復元すぐ2時間ぐらいで終わんないとやばい。どんぐらいかかるんだろうな。2台置いてたのにできないんだよな、交換だからね、できない。パソコン使ってやるしかない。新しいのが来て、それと交換なの、同時に。こう古いの、今まで自分が使ってたやつを引き渡すから、その隣に置いてっていうのができないんですよ。そう、できない。なんか容量がバックアップを復元しようとしたら容量が足りないって言ってたから、ちょっと携帯初期化してもう一回バックアップじゃないわ、復元させる。ちょっとだから今携帯使えないから、お風呂イヤホンで配信してる。ちょっと今なんか配信止まってた、わかんない。止まってた配信。復元いけるかな。お、実行復元中、復元の実行中。いける？容量足りないとか出ないよね、さすがに1からの状態だから。いけるんじゃない？これで。うん。復元を実行中って出てた。もう残り時間計算中なんだよな。早く。いけそう、これで。でも、多分。この画面はでもさっきも出たけど、さっきはこの残り時間を計算中でこう動いてて、でなんか容量が足りませんって出てたんだよな。最初にね、新しい iPhone として。して後から復元しようとしたら容量が足りなくなってた。いけるといいけど。いけるはず、多分。よし。もう倒れてた。見えないけど。ドライブしない、できない。ちょっと携帯使えない。あ、できないわ。あ、ちょっと待って。あ、ダメだわ。こっちの端末に入ってるわ。無理だわ、ドライブ。12時台できるかと思ってたけど、無理だわ。端末がないわ。ドライブができる。
無理だわ今。無理無理。まあ、仕方ないね。点数が本当に色足りないとじゃないんだそれは。さすがにだって交換出してさ、くれあの交換でくれたやつさ容量違うやつやばくない？さすがに。さすがに同じ容量のものでしょ。携帯の色も一緒だし。機種も一緒だし。夜違ってたらやばいよ。くれたやつ。え？ちょっと待ってやばい。十分ない？十分な給料を使用できないと。どういうことマジで？え待って。え？私でもこれ初期化かけてやったんですけど、なんでできないの？え、ちょっと待って、わかんない。なんで？ちょっと待って、やばいやばいこれ。時間がないって。なんで売り終わったりないって出んの？なんでできないんだこれ。カップを復元。え、なんで足りないの？本当に意味が分かんない。ここまでいろいろギリギリだったかも。結構え、だからへー絶対使えないのやばいなこれ。嘘でしょ、やばい。それはストレージでね、夜も見れないんだよね今。これ今初期化してるから設定すら開けない。設定開きたいんだったらもうなんかまた設定しないといけない。さっきはね夜10何とかだって14とか、アプリどんどん消していって14とかにしたんだけど256かなこの12の iPhone がで250ぐらい使ってたのね。230しかないわもうこれ。どうしたらいいのこれ。無理じゃん。20足りないよ。どうしたらいいのこれ。どうやって減らせたらいいこれ。無理じゃない どうしたらいいの。130しかないじゃん。動画消す。え、この iPhone にはほぼ何も入ってない iPhone だよこれ。え、これどうしたらいいの。バックアップ復元できなくない？そしたら。え、もしかして、え、どこ、え、
言えないってこと、これどうやってしたらいいのか分かんない。この時間計算中って出てるけど確実にできないな。バックアップデータが入ってませんか？ PC に、 PC にバックアップ入ってるよ。バックアップ取ってるもん。それを今復元しようとしてるんだけど容量が足りないから。 PC Windows ですね。うん、どうしたらいいんだこれ。バックアップのデータ自動で保存されてはないね。 iCloud の容量足りてないもんだって。課金してない iCloud。 どうしたらいいんだこれ。どういうこと？ここにデータあるから最適確認。どういうこと？とりあえずないな。復元から外す。その外し方もわかんないんだけど、どうして？わかんないんだって。いらないの復元から外せばいいんでしょ？でもね、その外し方がわかんないんだよ。どうしたらいいんだこれは。最大量238、256じゃないの？238になってる。最大容量少なくない？ちょっと待って、 238？ わかんない。やばい。でも復元しないと携帯が使えない。何もない。写真もバックアップ取ったやつは結構ギリギリで238余裕で超えて、250ぐらいあったから。わかんない。バックアップは復元できないからどうしたらいいのこれ。終わった？
わかんないわ。やばい。どうしようどうしよう。でも iTunes にバックアップ取ってるからそれ以外無理じゃない？どうやってすんの？わかんな。容量足りてない、足りてないね。130238って書いてあるけど、給料が230は給料でも250ぐらいあるんだよな。20足りてない。でもさ、iTunes でバックアップを取ってるから、無理だよね。あ、iTunes バックアップ OK。なんか iTunes じゃないやつあるけど、あ、わかんないな。何、有料アプリってこと？わかんな。わかんない。わかんないわ。やばい。時間がないよ。
インストールしとくか。で時間くらいかになるくらいあるけど、なんか一個一個やっていかないといけない。一個一個やっていかないといけない。ん、あ、わかんないわかんない、合ってんのかな。あ、わかんないわ、全然。これか。え？わかんない。うん。うん。消えちゃった、やばい時間がないのに iPhone の復元ができなくって困ってる。儀式化してもその後初期化設定進める、乱視化設定使えるよね、使えるようにした。あと表示アプリ消しただけ作る。え、それをしようとして、え、全部消しちゃっていいのあれって。何個か消したんだよね。転送しないのよ、なんか。あー、やばいな。コード届かない。あー、やばい。ちょっと一旦携帯さ、画面違うの開くから見えなくなる。ちょっと一旦止めますね。ちょっと、はい、どうしたんだ。
まってたわ。とりあえず全部消して、でもこれ全部消してもさ、150じゃない、250必要だから足りないってことだよね。あ、間違えた。ホーム画面から取り除くは意味ないもんな。もうちょっとで充電なくなりそうだな。じゃあ充電器持ってこないとな。もう一個ない充電器が。そっか、じゃあ難しいこれ大変すぎる。いや簡単にいくと思ってたんだけど、どれだっけ、さっき。これだな、削除。これでも、これでも11。256のうち11。どうしたら、どうしたらいいの、これ無理でしょ。どうやったらいいの。11.8。これ以上少なくするの無理。ないやこれ。でも早くしないと時間がないのに。
消すしかないか。写真どのぐらい消せばいいんだろうこれ。まあ、いらない写真いっぱいあるか。何消そうか。なんか iCloud に残ってるやつは一旦全体はどこかに退避するしかない。それのやり方が分かんない。データ退避するってどういうこと？ビデオ。これか。消しても大丈夫なやつ消していかないと。誰がやる？動画かな？消さなきゃ。よくわかんないスクショがいっぱいある。なんだこれ。その前にしたスクショだ。はい、iPhone手元にないですよ。公開に出したから。これ音出るようになってる。危なっいらないのどんどん出そう。ないんだよな。急がないといけないけど、ちょっと消してもう良さそうなやつ。なフリーバイとかいっぱいあるけど消して大丈夫ですか？わかんないんだよな。なんかこれ一回消して。これなんだ。うん、いいね。これは消そう。
いらない。消そう。使ってないアプリもね、全部消したんだよね、アプリだから入ってないや、そもそも。もう写真を消すしかないだから今。私いるのか、わかんないから消しちゃえ。フリーウェイ、スマホ消しちゃって大丈夫な気がする。スマホにあったとしても見ないんだよな。なんか覚えるたびにこう保存するから、見ないから大丈夫だ、消しちゃって。懐かしいものが、これは嫌、消して。あー違う、これじゃない、これ。あ、私たちが思ってた状況、わかんない。思ってる状況がわかんない。これ何？でもこのぐらいか、消せるの。最近削除したからまた削除しないといけないんだよね。削除、でもさ、これ写真相当容量消さないと足りない。ん？ 12？ ってなんで増えてんのこれ。なんで増えてんの。いいから伝え。あ、短いわこれ。新しい iPhone に何も入ってないと思ってた。新しい iPhone、 あの写真はね、 iCloud にちょっとだけ残ってる写真が入ってる。だからあるだけ。
とんどないけど、だからえ全部消しても残る？アイクラさ、え PC 自体にバックアップしてたら大丈夫ってこと？全部消してバックアップはしてる PC に。あ大丈夫なの？え、じゃあ消しちゃうよこの写真全部。アイクラウド消しても夜開かないの？え？え？でも写真のさ、これより700人乗った。800人あるんだけど、写真写真のアプリの容量が。だって別の場所にある。なんか増えてってるんだけど、これなんで700、え、なんか13になったギガバイト、なんで。分かんない。とりあえず写真全部消してみようかな。え、残るんだよね、バックアップ取ってるから。これの残んなかったら相当ショックだよ今クラ、いやクラ、アイクラウドが武器じゃないよこれ。 PC 自体にバックアップを取ってて、 PC からの。PC にバックアップ取ってる。アイクラウドにバックアップは取ってない。だってアイクラウドバックアップ足りてないもん。うん、どういうこと？携帯の場合は携帯に保存したら、アイクラウドは消したら大丈夫。携帯に保存したら、よくわかんないわ。アイクラウドだって課金してないから、一番最初の容量しかないから超少ないよこれ。ハイハイの同じ画像、あ見れないわ、今配信してるから。いやこれ残んないの怖いんだけど、消しても、消してしまって、いらないやつだけ消して、ここどんどん時間がなくなっていっちゃうわ。PC から出て戻せるか試してみて、容量が足りないからできなかった。
ルールが足りてない。写真消していくしかないのか。もう多すぎて。おい。写真が。iPhone 変わらずなの？どうしたらいいの？でもこれ iPhone さもう無理なんだけど、どれを消せば。もう消せれるやつ全部消してこれだから。13だしな。データは別の場所に移動して元の場所から消すこと。どうやってやるの？その場所に移動するの。その仕方が分かんないんだよな。アプリ全部消したから入ってないし。どうしたらいいんだ俺は。メールもないよこれも。だって全部消したもん。消せれるやつ。この iPhone ストレージに書いてるやつ、写真とウォレット。ウォレットも消してあるから。消してあるのに容量が書いてある。よくわかんない。 iCloud ドライブ、ヘルスケアデータ、リマインダー、サファリ、連絡先、カレンダー、メッセージ、ボイスメモ、メモ、ミュージック、 iOS とシステムデータ。もうこんだけしかない。無理だ。10以下にしないとこれさ入んないんだよね、バックアップ。間違えた、10以下じゃない、5以下。無理じゃない？ストレージプランの変更時間かかるよねこれ。私あと1時間後には出ないといけないんですよ。もう無理。もうどうしたらいいのこれ。ああ終わった。とりあえず復元をしてみたけど、多分これできないしな。容量足りてないから。
何使ってるのかを今見てたんだよね。それも見てたんだよ。消せるアプリは全部消した。全部ねアインストールしてる携帯にあるやつ全部消せるやつは全部消した。もうあと消せないやつしか残ってない。設定とかカメラとか写真とかあれ消せないんだよね。ホーム画面から消えるだけで iPhone の中からは消えないアプリが。下着は多分できないしなぁ。これだよね。復元できませんですよね。もうどうしたらいいんだこれ。どうしよう。加減ができないんだよね。消せるアプリは全部消してるからね。もうあと消せないやつしか残ってない。アプリストレージもずっと見てたけど 12.6 あるんだよな今。5以下にしないといけないの。無理じゃない。もう一回初期化する。初期化しても変わんないかな。もう一回初期化しよう。一回初期化したんだよなさっき。一回してできなかった。もう一回やってみようか。もう疲れちゃった疲れた。
しのベッドサイズ減らす、どうやって、わかんない。復元データを選択してちょっとずつ復元、それってさ、あれでできる、なんだっけこれ、 iTunes でできる、できない気がする。大きい iPhone がない、ないです、ね、今配信してるやつはもっと少ないし、手元にあるのは250なんとかだし、ないですね。iTunes で使えない、できないんだったら無理じゃない？ iTunes にバックアップ取ってるから、これ無理じゃない？どうしようか、あ、これまた Wi-Fi 繋げないといけないのか、めんどくさすぎるでしょこれ。Wi-Fi 繋げるの、 Wi-Fi なしでいいかな。めんどくさ。いや、クーダーさんさ、Wi-Fi やった方がいいか、めんどくさ。パスワードが違う？何が間違ってた？え？今打ったのに。できた。手に入れることが無理なんだよな、買うしかない。そしたら無理じゃない、だから
遅れさ、あれ、なんかコンピューターから外された、接続してるんですけど。この容量が少ないんだ。ん？残せない。1.79、書類とデータっていうのが多いの。書類とデータは何それ。最大容量が238だからこの時点で足りてない。どうしたらいいのこれは。もう無理だ。どうしたらいいんだ。もうググるのはね、結構前からやってるねそれ。昨日から復元できないの。今日からだね。今日交換したから。しようかな、これどうやったらできるの、これも。え、写真全部諦めるってこと。嫌なんだけど、せっかくバックアップ取ったのにさ。どうしたらいいのか分かんない。そう、住民の空き色がないって言ってる。そう、iTunes から復元失敗しましたみたいな。変更できなくて困るな、写真。写真、いや、なんか連絡先とかも全部ない。でも一番困るのは写真かなってだけ。全部困るけど、ないと困るけどね、もちろん。バックアップする項目を選択してバックアップっていうのはできないんですよね、 iTunes でやってるから。
うしようかな。積んでるなこれ。最近の何回もやってるね。何回もやってる。なんかこのソフト入れるの怖いんだよな。iPhone 出た。アイカウントの残したの確実にそれで復元するしか。初期化でしょ、初期化してる今。アイクラウドにほんのちょっとしか残ってない写真。課金してないからね。ソフト怖いよね、こういうソフト。だからあんま使いたくないんだよな。どうしたらいいのこれ。余裕が足りない。やばい、時間がない。ホイチョンズの写真どうやって見るかわかんない。バックアップ撮ってるだけだから。どうやって見るのこれ。わかんない、やり方が全くわかんない。どうしよう。携帯が使えない。キル235足りないんだよな。235じゃん。さっきよりちょっと増えた。なんで。もう一回復元してみよう。きっとできないだろうけど。どうしようかな。
ちょっと無理ね。復元ファイルを開くとかないね。ない。見れない、やっぱそうだよね、見れない、仕事もしてる。したいんだこれ。なんで足りないって出る、意味わかんなくない？これだってさ、一番最初に初期化の状態で足りないってさ、同じ容量なのに意味わかんないよね。初期化で何もしてない状態で足りないんだよ。いるの、 iPhone を手に入れて一度復元するのがいいと思う。いやそれでもどうやって手に入れんの、買うしかないってことじゃん。意味わかんないじゃん、今日交換したのに。無駄すぎない？それなら最初から機種変すればよかったってことじゃん。無駄すぎない、交換したのが。ね、意味わかんないよね、初期化の状態で容量が足りないの。レンタル？レンタル？でもやだな、レンタルしたくないな、これだけだと。誰かに借りるのも無理だしな。レンタル？これ前に解決はもう無理だね。だってあと配信終わる前35分しかないもん。無理だね。携帯てかあれだ、これさスイカ入ってないから。とりあえずアイクラウドでバックアップ。アイクラウドほんのちょっとしか入ってないから、ああ iPhone やめる機会。無理だよ、だって今日交換したんだって。いや無理だって、今の時点でやめれないって。確認コード、はい、クラの数字は給料ないです、課金してないから。
トルってどのぐらいするんだろう。高そうだな。あ、え、あ、いや、この iPhone か。バックアップを選択。違うけどもいいよ。とりあえずクラウドから復元にした。電話でいけるかな。でもこれ復元中電話切れちゃうよね。だって電話する端末が復元したい端末だからできるのかしら。どうしたらいいか分かんないだから、あー、でも今日はもう無理だから明日するしかないんだよな。明日の私も北 FM の前で終わらせるしかないけど無理そうだな時間は。とりあえず使える状態にはしたけど、うん、星が使えるのかな。さて、さっきの携帯を初期化から戻したから止まってた、こっちの携帯スイカだけちょっと携帯に追加する。よし、とりあえずスイカだけアップルに電話するしかないな。今日は iPhone から新 iPhone にするなら PC 開発中で移行できるけど、それはで2台あればできるのね。1台しかないのよ、交換だから。エクスプレス交換サービスは新しい端末もらうじゃん、その場で古い端末も返すの。だから PC を使ってバックアップしたのから復元するしか方法がないんですよ。2台ないから。明日電話するしかないか、もう今日時間ないから。アップルのアプリ入れようか。アップルサポートこれの。これで明日しか無理だわ。もう今日はこれで耐えるしかない。連絡先はあるか。でも何にもメールも消したからメールもないわもう何もできないわ。メールも消したからメールもないし、 LINE がかろうじて PC で使えるぐらいかな。ダウンロードすればいけるけど、ダウンロードしなきゃいけないんだよな。セブンに写真多分いかないね、夜ないはず。でも写真だけとかできない、あと iTunes だから選択して復元ができない。早くそこ
が出ちゃう。でも LINE だけは入れといた方がいいかな。一応なんかいる気がするわ一応入れとくか。 LINE あんま入れたくないけど、他のやつ今PC も来るのと、え、PC もほぼ起きてる。うん、ほぼいいじゃないわ全然。ライン内ではとりあえず入れとこうかな一応。なんだっけ、ん、え、パスワードが違うんだけど、なんだっけ私。思い当たるもの全部バツな、バツ違うって出る。私何にしたっけな。分かんない、パスワード忘れた。ラインのパスワードなんて使わないから忘れちゃうよ。やばい、メール消したのにメールになんかパスワード変更のやついっちゃった。私メール消した、結局メールもインストールするしかないのか、めんどくさいな。全部違うパスワード。
え、わかんないわかんない、どれだ、メール、サーブした、わかんない、うん、違うね、あ、ん、アプロ ID、 アプロ ID か、これはわかんな、あ、打ち直しかい、違う、え、メールどれでログインしてるか知らない、何メールで、え、何これ、メールのログインとかわかんないんだけど、やんないもん、ん、わかんない、LINE のパスワードが分かんないからダメなんだよなちょっとメールに来ても困るわ、メール分かんなかったらログインできなかった、メール LINE のパスワードが分かんない、もう何これ、何したっけ私、間違ってるよね、だと思ったよ、ああ、もうずっと合ってないんだけどパスワード、なんで、全部違う、LINE のパスワードが分かんない、私これにしなかったっけな、パスワード、うん、全部違うって出る、パスワード忘れた場合の再設定もさ、メールログインできないからできないし、なんでアップルストアに行くのがベスト、でもアップルストアに行ってもね、このパソコンがないと復元できないから電話する、だってアップルストアに行ってもアップルストアのパソコンに私の携帯バックアップ取ってないじゃん、だからね復元できないからね、電話をします、
もう全部違う。もう何、私何したっけ、パスワード。もう覚えてない。あれのパスワードなんて打たない。パソコン持っていくか、パソコン持ってか、持っていけない。あのデスクトップです。どうやって持っていくの。無理です、持っていけない。いけた。え、合ってた？私ずっとあれ打ってたけど。バックアップデータが見つかりません。終わった。バックアップしなかったっけ、結構前に。復元するデータはありません。なんで？いけてるのに。あれか、やっぱ携帯が。バックアップ、でもパソコンに撮ってるのもあるけど、パソコンバックアップ、今ログインしたんだ。なんか来てるけど、あ、え？でも残ってるのもあるな。残ってないのもあるけど、着せ替えが真っ黒になってる。あー、いた、よかった、小姫、私の小姫。よかった小姫。なんかメッセージ来てたけど、表にログインできていなかったため見えませんみたいなやつがある。それは困ったな。ここから LINE 開かないといけない、パソコンから。開けるかな。
かさパソコンの LINE なんかしょっちゅうログアウトされるんだけどなんだろうほんとこれなんかわかんない。もういいよ。私がピン止めしてたやつもなんか消えてるな。どこ行ったの。ちょっと待って、なんか電話かかってきて、ちょっと待って、止める。ちょっと待って、ちょっと一旦さ、こう一旦じゃないわ、配信終わってもいい？ちょっとやらないといけないことが他にできちゃったから、ランキング読んで配信ちょっと終わろうかな。ちょっと PC とりあえず閉じて、ごめんね、めっちゃ急だわ今日何もやって。結局じゃあランキング読んでちょっとやらないといけない。で今ちょっと待ってね、ごめん。13位からランキング読みます。13位、バトニーさんありがとうございます。12位、 WY アトマーク影の守護神さんありがとうございます。11位のヤシヒロさんありがとうございます。10位まぼろしさんありがとうございます。9位まあいっかさんありがとうございます。8位ゆうじアットマーク目がキラキラ、あやばい読めないわこれ端末。ゆうじさんありがとうございます。7位風とみとさんありがとうございます。6位ひめるさんありがとうございます。5位まるさんありがとうございます。4位ラスカールさんありがとうございます。3位ズーシミケンスケさんありがとうございます。2位筋肉愛好家さんありがとうございます。あっランキング変わっちゃった。あちょっと読んでない方、2位の方から読んだらいい、もう一回ごめんちょっと時間がない。2位マルさんありがとうございます。そして1位がフロマンさんありがとうございます。ありがとう。ちょっとごめんね、ちょっといややんないといけないことができちゃったからそれしてくる。夜ちょっとまたできそうな時配信するので、いつになるか分かんないけどまた夜配信します。じゃあ携帯なんとかします、もうちょっと電話してアップルとアップルに。じゃあまた夜の配信で、またね、ありがとうございました。またね、バイバイ、ごめんね急で